しょう。ちょっと不思議なものを出します。あれ何かっていうと、これこう玉が入ってるんですよ。で今1枚ずつこう順番に置いていきますので、で適当なところでチェンジ、気合を入れます。ウエスト入れ替えます。ほらおおおお、玉落ちてきたよ。なくなりました。玉が落ちちゃいました。まずは落ちたやつっていう感じでやっちゃうと、カップを完璧に入れ替えちゃう。ただ今手際的にちょっと、これがこうなってれば分かりにくい。まずもう一ついた玉入ってる、玉入ってるね。これしてやるとすごい不思議ここに入れます。でただ我々知っちゃってるから、裏返してやったらバレないよなって思うんだけど、はい、もう一つ出しました。これには入ってないです。っていうことは真ん中に入ったよ。要は、はい、それではちょっとチェンジの段階でハンドパワーをお使いしまして、これをこうやって、じゃあちょっと移動をしますから、入ってるやつがどこにチェンジならないので、よく見ててね。あくまでもチェンジした状態でこう置いちゃう。あ、さえ、ごめんごめん、今倒したから、ごめん、全然わかんない、ごめん、今倒さねえで、こうやってまず真ん中に入ってやったやつはなくなっちゃったんですよって言って、すごい、どこ行ったんだ、あ、こっち側に入っちゃったって、まず出すんだもんな。で、またでもね、そうそう、気合を入れると、ただこれ、元のお客さんって上から見てないやつやると、こう見てるのね、こっちだ、座って見てると変でもね、ベッてやると感じると思います。ほら、入れ替えてるの。でもね、気合でベッてやるとここにまた、すごい、で、まずそういうやり方をするんですけど、今倒しちゃったからちょっとすいませんでした。実は全部入ってるんですよ。そうそうそう、こっちは見ないでしょ。だからこっちチェンジされた感覚だけしか見てない。で、頭の中でもうチェンジされてるって目で見えちゃってるので、でもね、気合を入れると、そうそう、ほら、そうそう、あ、すごい。で、表返してチェンジされてもうバラバラですよねって。裏側でもチェンジしてる。もう、まん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 。で、念押ししてからできるよ。チェンジって言ってください。チェンジしますね。そういう、まずこの道具でチェンジしますね。これはもう、まずやめて入れ替えちゃって入れ替えちゃって置いちゃうという。じゃあ、そう、一回やって、そうですね。でもマジシャンの持ってるマジトランプっていうのはとても不思議で、こうやって上げ始めると順番が揃っていくんですよみたいな。10円持ってない？10円あります。もしあったらちょっと貸していただけますか？何をするかっていうと、少々お待ちはい、はい、うん、10円。そういえばちょっと黒っぽい10円ですけれども、じゃあこれ道具なんですけれども、こちらには何も入ってませんよね。で、この中にそれじゃあこのコインを入れますね。入ってますよね。じゃあちょっと気合を入れて変化をさせたいと思うので、ちょっと気合を入れました。じゃあ、あなたの10円はどう変化したか、ほら、見てください。キラキラの10円が。だからもう、これをあなたにお返ししますけれども、まあね、ちょっと待って、その10円に、これ、マジックあるので、ちょっと何か好きなものを書いてください。何でもいいです。うん、星マーク、ああ星マークか、はい。じゃあね、今までそういうものを書いたことあります？ないですか？ということは、そのこの10円コインはあなたが今まで書いたことなくて、今初めて書いてもらいましたので、星がついてますけれども、これはもうこの世に一つしかない10円ですよね。レアなやつです。じゃあこの10円どうするかっていうと、じゃあこの道具であれするか、何かっていうと、ここに
あの入れ物があるんですよ。でこれに入れます。これに入れまして蓋をするんです。輪ゴムで蓋をかけます。で横からこうやってこちらもおかけします。そうするとこれだけあの子かけちゃったからもう絶対出せない、うん、この中にそのレアなやつは入ってます、はい、でもってそうです。じゃあこいつをこのやつであのこうくる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 回したいと思うんですけれども、まあこうやってこうやってやるとほらこの中に空いてるけど、今これあのなんていうかぶしちゃってあれするかなと思ってるんだけどね。じゃあどうしたらいいかな。あ、わかった。結んじゃえ。こうやって結んじゃいました。じゃあこの中に入ってるんですけれども、今あのこの道具を使ってちょっと気合を入れたいと思います。ただね、これで気合入れてこいつなんとかなっても面白くないよね。それじゃあちょっと面白い道具を出したらいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、お面白い道具出しました。これまあ輪ゴムで蓋してるからこの中にこの10円を入れることはできませんけれども、ちょっと手を出してください、はい、この上に置いて、じゃあ気合い入れますよ。じゃあとりあえずまずこれは置いておいて、これ開けてみてください。先ほど10円入れましたよね、あなたのレアな10円ね、はい、どうなりました。わっ、なくなってますね。なくなってますよ。おお、ただね、この蓋してるやつさ入るかい、そんなことは考えられませんよね。ただしかもね、これはとてもレアな入れ物なんですよ。あなた方はこの中にまあなんとかして入れたんだろうって思うかもしれませんけども、ちょっと開けてもらえますか。まずすればこっちのあの普通の輪ゴムって外してください。それから青いやつを外してください。そしてちょっと開けてみて、それ2つ、うん、ほら見てください。あの単発のやつじゃない、このなだからこれはもむさかかってるやつさえ入ってて、こいつは入れるってできないでしょ。でも開けてみてください、うん、そんなの入れるわけないですよね。じゃあそれは開けてみてください。またわっ、ほらもう一つ袋が入ってますよ。ほらしかも輪ゴムであのちゃんと止めてある。だからそれに先ほどの10円入ってたらすごいよね。でもね、今ちょっとこう触ってるとなんか感じるんです。ちょっと触ってみてください。外から入ってるっぽい、10円が入っていそうですよね。でも中を見ないといけないので、この輪ゴムを外して中をセバちゃん確認してください。それにでもあなたの先ほどの10円が入ってたらすごくないですか。ちょっと見てください。ほら、素晴らしい、あのとてもレアな1枚しかないカードが今この袋にあのことから移動しました。この結果は素晴らしいですか。これはあなたからお借りした10円 の, あの変化させていただいたからお借りしますけれどもこちらは私の道具なので、まあ持っていきますけれども、これでまあ今のマジックは終了します。